駄菓子屋ゲーム博物館、駄菓子屋ゲーム博物館。こんにちは、駄菓子屋ゲーム博物館の岸です。そしてね、こういう本も書いてます。日本懐かしチューニングのリリースでね、今回紹介するのはこちらのピカデリーサーカスのドッグファイトですね。こちらの機械は昭和52年にレジャー君が作った機械ですね。まあピカデリーサーカスといえばね、まあ、昭和51年に初代が出て、まあ、ものすごくヒットした機械なんですよね。なのでまあね、どんどん機械が売れ続けて、翌年にマイナーチェンジして作られた、まあ、弟分みたいな感じですよね。なので若干変更点があります。まずね、主だった変更点3つありますね。まずね、見ての通りこのね、盤面のパネルの絵がね、渦巻き図柄から、まあ、こういうね、イラストチックなね、盤面に変更されてますね。で、変更点2つ目、ボタンがね、これ大きいボタンに変更されてますね。初代はこの一回り小さいボタンだったんですよね。まあ、押しやすくなったって感じですかね。で、3つ目はこれね、まあ、画面から見切れてますけど、このね、キャッシュボックスのね、鍵の位置がね、若干移動しました。まあ、この辺ね、マニアックな目線ですけどね。でね、まあ中身のね、仕組みだとか基板構成なんかはね、全く初代と同じなんですよね。なのでゲーム性も全く同じなんですけど、まあ駄菓子屋ゲーム博物館でね、ほんと久々に再登板じゃないかな。なのでね、いつも通りね、何回かゲームの方遊んでみたいと思います。チャンネル登録でござる。それではゲームの方遊んでみたいと思います。今回の軍資金はね、300円です。10円玉30枚でね、メダル何枚出んのか。ではね、早速ゲームの方やってみましょう。まずはね、手堅く24。まあね、やっぱ手堅く出したいんでね、この辺がね、まあ私のね、手堅さを表してるって感じですね。やりました、さすが2枚ね。まあ、このピカデリーサーカスね、まあもうこのチャンネル見てる方はね、遊び方ご存知だと思うんですけど、これね、10円かメダルを1枚入れるとね、ボタンをね、1箇所押せます。で、このね、1箇所にね、4番までこうやってね、重ねてね、ボタンを押すこともできます。それでルーレットが今みたいに回って、かけたところにね、止まったらメダルが出るって感じですね。まあ、2とか4とかね、数がたくさんあって当たりやすいんですけど、まあね、当たっても2枚、4枚、30は一発でね、30枚当たるんだけど1箇所っていうね感じでバランス取ってます。もう一丁いくか、こんな感じで。さあ、ちょっと今はね、2が出たんでちょっと大きくかけました。あ、2が来たか。もう2は2来ないだろう。これでもう一回逃がしたらきついな。うわ、ゼロ。これね、ゼロはね、親総取りってことでね。いや、厳しいな。じゃあもう一回やっぱ2だな。ちょっと弱気になって、まだ2枚しか出てない。4に来たということでね、4枚ゲット。まあでも3枚かけて4枚なんで、そんな儲かってないな。4が来たから、やっぱね、4が来るとね、これね、同じとこ外したくなるのに、これどうだ。2の2枚掛けと6、よし、これ的中ナイスじゃない。プラス4で、お、今んとこ10枚出てる。結構嬉しいな。2が来たでしょ、ただもう一回4か。10もいっちゃおうかな、ね、4、6、8、10、調子に乗っちゃっていっぱいかけてます。うわ、これきついな。まあ2か、これでいっちゃおう。
起きた。おお、でまた4枚ゲットなんで、今のところ14枚ですね。で残り80円かね。やっぱね、一度来たとこ外したくなるもんね。ちょっとこういう感じでいってみましょうか。さあ4と6どうだ。これくれば熱い。うわ、またか。みんな多いな。ちょっとね、残り30円なんでちょっと刻んでみました。4646、よし。おお、これ嬉しい。6枚プラス6枚プラスで、これでなんと20枚でね、20枚出てね、まだ3枚います。これ6が出たから、これはね、これどうしようかな。2の1点掛けか4、まあこれ最後2の1点掛けいっちゃおうね。これ男らしいんだか何なんだかよくわかんないけどね、この2に3枚掛けちゃうっていうね、ギャンブラーなんだかね、手堅いんだかよくわかんない掛け方でも来そう。よし、これすごくない？いやー、これ結構出たな。まず1回目が2枚ね、で2回目が4枚でしょ、で3回目が、また4枚で、4回目も4枚ね。で、5回目がなんと6枚的中、6のね1点掛けで、最後がこのね2の、3枚抜けて6枚、ってことでなんとね26枚。え、これすごくない？30回、まあ30回やさ、まあ30回じゃないな、30枚10円作ってメダル26枚ってかなりの成績じゃないですかね。うん、ということでね、新しくね導入した、カドリサーカス6回でね、稼働中なんでね、皆さんぜひぜひ遊んでください。まあゲーム性はね、初代と全く同じですけど、まあでもね、味わいというかね、パネルの絵とかね、ボタンのね大きさも変わって押しやすくなってるんでね、この辺もねぜひ皆さんね、実際遊んでみてね、体感していただければと思います。ではね、今回の動画は以上です。私はねこの辺でドローンしたいと思います。じゃんけんタイムでござる。いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポン。バイ。